はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は BK57 サファイアを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。綺麗な色だな。タイプ25の時も言ったけどもね、これ他の銃で出ないかな。アスバルとか CR56 とか出てくれたら嬉しいな。カスタムの方見ていきましょう。命中率と射程距離を上げて機動性を下げるって言ったような感じのカスタムになっています。おお、命中率が70まで上がってる。結構じゃあ横ブレはないのかな。遠くとか撃ちやすいのかな。まあ、操作性はねノーマルのままでも69あるんでね、結構縦反応には強いような感じだけども、射程距離もまあ55で多少伸びてるしね。機動性は落ちるって言っても75あったら結構走れると思うし、弾薬もまあ50ラウンドの拡張マガジン入ってるから多く外すね。自分なんかでもこう撃ちやすい銃だと思うんですけども、サイトどんなだったかな。これノーマルのサイトと一緒かな。ちょっとわかんないんでね、まあ BK57 サファイアのカスタムがこれなんで、このままでいってみましょう。今回もチームメイトのピロットと戦っていきます。レッツラゴー。はい、場所はクロスファイヤー、行ってみようぜということで、ナイフに持ち替えて、まず大通りをダッシュで渡りましょう。まだ敵はこっちの方には来てませんね。ということで、銃に持ち替えて、もうそろそろここら辺まで来てるね。はい、撃っていって、倒して、ああ、こんな感じだったな、BK57、サイト。サイトはノーマルと変わらないんだね。OKOK。白いやっつけた人はまだ来ないな、こっちに。ちょっと早すぎるから。撃ってもいいけど、まあ味方そっちいるから大丈夫でしょう。ん？スナイパーの音がするけど、これは奥の方から撃ってる感じだな。多分高さ的には2階のような気がするけど。はい、ヘッドショット。ここにいて撃たれないってことは多分あの角じゃないね、右の。あ、やべ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 。おお、左の方に退却して、でリロードしてトリプル前に巻いといて、はい、もう一度戻って、やっぱりあれですね、奥の建物のあの2階ですね。ここにいたら普通ね、あの対角線上の右の向こうだったら撃たれてるからね、もう。あ、誰か一人上に登ってるな。よし、リロード。さあ、来てるかな。走ってるね。はいはい、倒して。あ、来るね。こっちから出てくるかな。はい、倒して。でもってハンターキラードーン発射。どこ飛んでいく？スナイパーに飛んでいってくれればいいんだけどね。はい、ラジコンで捉えて倒して、やっぱり構える感じがちょっと下側なのかな。27とかしか出てないな、ダメージが。お腹の辺とかに当たってんのかな。おお、ハンドガンで来た。ん？あ、いるよね。はい、リロードして、多分いるよね、まだ。はい、オッケー、倒して、今走ってこようとしたから、あ、ヌンチャクで来たのか。はい、倒して、んで、もう一度戻りましょう。で、リロード。さあ、ヒットポイントも回復したんで、ちょっとガスを投げといて、さすがにガスにそのまま突っ込んでくることはないか。来ないね。あ、セントリーガンにやられてるね。オッケーオッケー。順調にセントリーガンがやっつけてくれてる。さすが僕らの守り手、セントリーガン。でもって、あ、いたね。はい、倒して。いやー、撃ってるけどいないね。え、ピロが今ね、2階にいるって言ってるんだけど。あ、なんか伏せてるから見えないんじゃないかって言ってますね。そうかそうか、オッケーオッケー。ハンターキラーほとんど当たらないかな。じゃ、ハンターキラーは当たったけど、誰に当たったんだ？ K9 も出てるね。オッケーオッケー。ラジコン出して、あ、ラジコンそっち行っちゃうの？あれ、スナイパーか？まあいいや、倒して。ちょっと待って、電柱邪魔だな。はい、ここで、あっ、スナイパーに撃たれちゃった。リスポーンしてきたということは誰かに撃たれたってことだよね。いやー、向こうのなんかね、2階のところで伏せてなんか撃ってるらしいんですよ。あ、味方撃っちゃってごめんね。あ、火炎放射器だ、やっつけないと。オッケーオッケーオッケー。倒しといて、もうこっちから狙えないかな。セントリーガンを置いて、身代わりの術にしといて、でもってこっちから向こうの2階に登ってスナイパー撃てないかな。まあみんな来てるけど、え、
どこ行くのみんな。はい、とりあえずトリップ前を巻いて、ほらバンバン言ってるもんね。そこでしょ多分。あ、見えたね、銃が。はい、倒してで、持って倒して、うん、ちょっとずつ慣れてきたぞこのサイト。お、遠いとこから撃たれたね今の感じだと。ダメージがちっちゃいから。どうだ、こっから撃てるか。ん、そこの下にいるのか。あ、誰か倒したね。オッケーオッケー。あ、こっから撃てるかな。はい、倒して倒して、でもって、ハンターキラードローン発射。うわー、しまった、変な方向曲がった、あの角に当たっちゃったやん。もう、はい、降りてラジコンだけ出してまた上がります。んーで、ここでラジコンがどっち行ったのかな。あ、向こう行っちゃってるな、ラジコン。味方の方に入ってきてんのか。あー、ノーダメージの時撃っちゃったやん。うわ、3人こっちに固まってんのか。ん？どっから撃たれてる？なんか撃たれたぞ。はい、倒して。あ、こっちもいるね。ん？下にいない？はい、倒して。はい、セントリーガンを壁切りで置いて、ここでリロード。で、下から撃っていきましょう。お、セントリーガンめっちゃ撃ってくれてるやん。あ、倒した。オッケー、ありがとう、セントリーガン。勝利！50対 40GG。MVP いただきました。ございます。アピラがいいねくれてます。おお、いやー、 BK57 のノーマルサイトと一緒でただの色違いでしたね。うん、でもまあこのサイト打ちやすいからいいやね。はい、レートは89、ピロのレートが77でした。どうもありがとうございました。まあ、味方さんにもね、ちゃんといいねをね、入れて。いやー、もうほんとこれ BK57 打ちやすかったな。あ、相手一人抜けてるね。いいねをとりあえず入れときまして、んでもって戦績見ていきましょう。25キル1です、0アシスト。ピロが15キル3です、5アシストでした。あ、3位の人も10キルしてくれてたんだね。まあなんとかチームで勝てたけど、なんだ今回の構成員0-0だったぞ、キルは。はい、今回もチームメイトのピロと一緒に戦っていきましたけども、どうだったでしょうか。 BK57 サファイア使ってみたんですけども、まあ BK57 のね、色違いっていうだけで、アイアンサイトもまあ普通の BK57 と一緒だから、使い慣れてる人には撃ちやすい銃だと思うんですけどね。ただ自分みたいにあんまり使ってなかったなっていう人でも、このサイトはね、アイアンサイトね、結構撃ちやすいと思うんですけどね、まあ、形がまあ自分の見やすさに合ってるのかどうかっていうのもあるんだと思うんですけどね、まあ、それは個人的なね、意見なんで、まあ、どうかとは思うけども。あと弾薬がまあ50発入ってたから、まあ、多少外しても OK みたいなね、とこもあるしね。まあ撃ちやすい銃だと思うんでね。まあこの銃に関しては、トライバルクライムっていうね、あの日々のミッションをクリアしてやるミニゲームがあるんですけど、それをクリアすればもう誰でもね、無課金でゲットできるんでね、ぜひ手に入れてね、使ってみてください。まあちょっとミニゲームやるのに、いちいちそんなミッションやるのもなっていう方がいらっしゃったらね、いつも言うように普通に自分の BK57 にこのサファイアのカスタムを組み込んでもらえれば、もう銃としては全く一緒の性能になるんでね、それを使って楽しんでみてください。ではまた次回を待て。